do that. But ちょっと気にする。あの、遠慮してたな。どういたんだろう。これをどうぞ受け取りください。よっ。かわいらしい気合いでちょっと。これ二人からの誕生日。うん。何？まあ見てみよう。トムのワードを読んでください。ああ、ありがとう。うん、大丈夫。うん、嬉しい。厳しい状態だったとは分かってたんですけど、まあやっぱり自分たちが、まあ、甲子園というところに行きたかったっていうのが俺です。どもくん来て来て。やっぱり去年の3年生の自分らを超えるっていう意味でも、夏の甲子園でニットで以上を目指して、ニットの帽子で。まあ当然選ばれなかったことはあの残念で悔しいですけど。いや、ニットがいいだろ。いや、ニットがいい。どもくん来て。どうもいろいろ戻るがなの。同じ色をこうてるほんで、外出とね外出の裏に雲ひだわざわざその袋入れてもらうで持ってきよってまたいてからに、ね。外出こっちやね。外出これ。どう？まあ、きあきかぶって。これが。冬晴れの雲一つないこの日。おお。寒いな、まだ置いてくれて。ああ、ありがとう、ありがとう。今日それに。ごめんください。お姉ちゃんが一生懸命書いてあったりしたけよ、うん、私はそれが外出がええと思うけど、それが普段に風を掴んで空高くぐんぐんと舞い上がります。いかんかったら取り替えてやるよった。吹いてくれるんですか。日本製でお父さん日本製で。どうするんだ。チェンコロはいいかな、チェンコロは。ああ、これもいいね。かぶってみよう。これは入ってるかよ。これが後ろ。何ばでも太くなるんだ。こうや。あら。あ、ええやいか。いいよ。なかなか。こういう形になるね。思い出にしたいと参加した親子もいます。早速いいね、すごく日本本で茶色が絶対いかんがやき。これこう雨がええ、でもどっちがええ、それ抜いて、それはもう何歩でも太くなる言うたん、えらい小さいがいて言うたら、この色が日本製じゃないといかんって一生懸命探しよったわ。でも、ようやく風を掴んで、背中高く上がっていきました。こういう形できるんね。これは違うの？祖父に作ってもらって、こうじゃない、こうよ。そういうのを。こう、やって。こういうのでね、一緒にまた子供たちと遊べたらいいなと思って。引っ張って。はい。お父さんは結構仕事が忙しいので、こういう形にできるのが、耳をこうね、こうやね、ともこ、あまり遊ぶ時間がない。耳がこう、それよ、これ鏡見てみや、鏡を、全然あの茶色とつまる、そんなとこ見てもらってるとあまり時間大事にして、それ聞いたら、あの日付いけど、私も挑戦しました。鏡ないが、ここに置いてないない。どこにあるか。ない。うわ。本当に。うわ、結構引っ張られますよ。おー、上へ上へと上がる力は体が持っていかれるほどでした。
花子作りを生業にしている唯一の職人を訪ねました。はい、吉川さん、はい、中道です。吉川武さん18歳。吉川さんは染め物屋の5代目。30年ほど前から土佐だこを作り続けてきました。染料を馴染みやすくするため3年間寝かせた和紙に10日かけて一筆一筆丁寧に色をつけていきます。仕上げは魔除けの意味を込めた赤色。大きな鏡がないわ。こういう感じになります。ほら、グレーは両中だ。あー、ネズミ。グレーは、ほら。吉川さんが描くのは、エロ。動物や。上手、ありがとう。はい。一つずつ。縁起物の砂など。また非常に鮮やかな色ですね。赤と紫と青、ピンク。この青はいらん。この青色はいらん。子供の誕生を祝って送られてきました。健康で元気に育ってほしい。何世代にもあたりタコを送り続ける家族も。毛玉の心配がほとんどありませんって感じで。え、子供さんがね、成長されて、して子供ができたら、ね、おー嬉しい嬉しい。頑張ってやりますわ。喜んでもらえる顔を見るっていうのは、こっちがエロかね、外出は。どこっちが、あっちもタコ上がってます。こっちに見られた子供の健やかな成長。これ本来に、これ良品な。石村太一くん3歳と全然違う。祖父の俊一さん、太一くんとのたこ揚げは楽しい時間だと言います。頭はかくん、これ残っちゃせんかい。このピンが。ご自宅に大切にしているタコがあると聞き邪魔しました。これはインドネシアで言うてかよ。寂しい。これはすごいインドネシアなんだ。はいはい、日本製じゃないんですか。これが日本製、うん、インドネシアいたらアルパカが入ってるんだ。インドネシアや。インドネシアいたらね、どんな問題を起こしよう。フィリピンの向こうから地震になりゆくよ。地震になってこないだから災害がありゆくよ。どっかやここから来てる日本よ。タコをあげた時には、うん、みんな見てみたいな。みんなでお祝いをしたと言います。この近くの住民の方に待ってくださいと一番いいんじゃないのかと思うんですね。これがあって5月、まあ自分が好きな方です。なんかいいことなかったね。ともうん、なるほど。太一くん、鳥打ち帽子みたいなのが鳥打ち帽子みたいなの布線があったけどね、あれはお母さん帰ってこっちの方がね、私もこれ本当気に入ってよ。地域の人たちが子供の成長を願ってあげて、うん、普段の気分がこれはこのままいておいて、長い間受け継がれてきた。これは虫に入らんだね、虫は。JK じゃないし、J100% じゃないし、昔はない。これはほんで、ちょっといかん。よそ行きじゃけん、炭素。これは、はい、これはい。では、頂上をこれは炭素。炭素入れてる。これは炭素。炭素からお伝えします。風雪や雷、乾燥の注意報が出ています。また山沿いの下を中心に大雪や着雪の注意報が出ているというところもあります。明日は所によっては、それでは大雪、平野部でも多少というところが出てくるようです。それぐらいご注意ください。
気温です。8時50分現在の気温ですが、高知では6度台となっています。室戸岬、足摺岬ではそれぞれ10度台、山町では1度台と下がってきています。明日の天気の予報です。中部と西部は曇り時々晴れで、日によっては雪が降り雷を伴うでしょう。東北は曇り時々晴れで、ところによって明け方から夕方は雷の恐れがあります。数字、降雪の確率が白い方の数字です。中部と西部では午前中が 40% の雪の確率、午後から夕方は 30% となっています。東部は青い数字、雨の確率となっています。明日の予想気温です。最高気温が今日よりも3度から4度と低くなってぐっと冷え込みそうです。最低気温が高知では1度、室戸岬では4度、足摺岬でも4度の予想です。最高気温高知で10度、室戸岬は7度、足摺岬10度の予想となっています。風と波です。風は北西の風がやや強く吹く見込み、いずれも海上では北西の風が強いでしょう。波の高さ中部2メートル、東部西部2メートル、50センチの予想です。広い範囲の天気の予報です。山陰は雪になるでしょう。近畿や九州北部も雪が降りそうです。ポイント予報です。高知市、雲の多い上空ですけれども、場合によっては雪の可能性もありそうです。昼過ぎは日差しが出るでしょう。室戸岬です。こちらも昼過ぎは晴れる見込みです。最高気温7度とあまり上がらない予想となっています。足摺岬、一日を通して北西の風が強い見込みです。昼過ぎなどは晴れる時間帯もありそうです。これは事前の各地弱い見込みとなっています。公務員の方に年金よ選択室です、ね、これ入れてください。これは何に聞いて、早速聞いて、こちら常磐線の綾瀬駅から電車に乗ったということです。おー、乗り越え乗り越え、綾瀬駅から電車に乗った吉田学生。常磐線の下り線、つまり都心から離れた方へ向かいます。着いたのは千葉県の阿久湖駅。千葉県の JR 阿久湖駅です。この駅、常磐線と成田線が分かれる駅です。女子大学生はここから成田線の電車に乗ったとみられています。阿久湖駅を出た電車はさらに東へ向かいます。成田駅を経由して着いたのは、都内からおよそ1キロ離れた茨城